今日はいつもの他の会長がね、喉を痛めたということでね、私がね、まあ私といっても同じ会長なんですけどね、動画の進行を担当させていただきます。ほな行きますか。いきなりなんですけどね、関西地方って有名な大学が多いですよね。そんな関西地方の大学についてね、皆さんもね、疑問を持たれてると思うんですよね。それ何かっていうとね、関西地方のね、大学ランキングってね、どうなってるのかなっていう、そこのところだとね、思うんですよね。これは他の動画でも言っていることなんだけど、偏差値のランキングはね、河合塾とかね、駿台とかね、偏差値上の序列はね、そこら辺を見ればね、わかるんですけどね、私たちが知りたいのは、そういうことじゃないんですよね。私たちがね、知りたいのは、世間はどう思ってるのかなっていう、そこのところなんですよね。ですから、私がね、毎度のごとくね、インターネットの海にね、スイスイ潜って、ネット民の声ね、これをたくさん拾ってきたので、ご紹介していきますね。まずこれが関西地方の文系理系総合の大学ランキングというね、ことなんですけれども、赤色のアンダーラインを引いてる大学が国立大学ですね。で、もう一つ、青色でね、アンダーライン引いてるね、大学は公立大学ですね。わかりやすいように色をつけさせていただきました。これを見てみると、まあ、関西地方は公立志向がね、強いから、ランキング上位はね、公立大学がね、多いのかなって感じましたね。全体的なね、順序なんですけどね。まずは一番上に、京阪神が来て、その後にね、大阪市立大学、大阪府立大学、京都工芸繊維大学、この三つの大学が来てますね。で、その下にね、同志社大学がありますね。その下に、関関同立のうちの、関関立ですね。関西学院大学、立命館大学、関西大学が来て、その他の国公立大学ですね。京都府立大学、神戸市外国語大学、兵庫県立大学、こういった大学が来てね、参勤交流がね、来てますね。で、その下にね、その他の私立大学がね、来てるようなね、順々に見えますね。次は理系の大学ランキングをご紹介しますね。さっきと同じようにアンダーライン引いてますね。さっきと順序は大きく変わらないんですけれども、同志社大学、立命館大学、近畿大学のね、理系が特に強いという意見もたくさんありましたね。その他にもね、関西圏は理系が強い国公立大学、これがね、充実しているんだっていうね、ご意見がたくさんありましたね。こんな感じでサクサクいくからね、ランキングの細かいところまでね、見たいという方は動画を一旦止めてね、見てくださいね。それでは次いきますね。先ほどの大学ランキングは理系だったんですけどね、このランキングは関西地方の文系大学ランキングらしいですね。これまでのランキングと違うところは、全体的に私立大学が上に来てるってことですね。同志社大学がね、大阪市立大学と並んでますね。そのような感じで、その他の関関同立のね、大学も国公立の層を突き破ってますね。近畿大学に至っては国公立と並んでますね。そのような感じで、文系については私立の大学がね、強いとのお声がたくさんありましたね。それでは次は私立大学に限定した大学ランキングをご紹介しますね。このような感じでね、一番上に関関同立が来てね、その次に参勤交流が来てね、でその次に外外傾向物が来てますね。でその次に接心追悼が来てますね。このコメントの方は、総評まで書いてくださってるんですよね。こんな感じですね。総評、現在関西次第では同志社がやや頭一つ抜けており、続いて関学、立命が同難易度、関大がワンランク下がって、その下に近大、江南、龍谷が来る、就職を考えると、全国規模の一流企業に入るには、A ランクの大学までに入っておきたい。この総評とかね、他のランキングを見てもね、やっぱり関西トップの私立大学は同志社大学なのかなって
個人的に感じましたね。ここでも出てきた官官同立についてのお話なんですけどね。官官同立ってマジで一度呼び名を再編した方がええやろ。官官同立金やで、同志社抜けて官官金率、同と官官率はやった割と差があるなら、圧倒的な差ではないけど壁ある。こちらに書いてあります通り、官官同立の呼び名を再編した方が良いのではないかというご意見ですね。官官同立金やでという感じでね、近畿大学を官官同立に加えるべきというご意見が結構ありましたね。あと4番目のコメント3ですね。同志社大学とその他の官官率差があるって書いてありますね。まあだからですかね、官官同立から同志社が抜けて官官金率にすべきというご意見もありましたね。そのような感じで、この関西の名門私立大学群官官同立の中で、この同志社大学が頭一つ抜けているっていうご意見が結構ありましたね。で、またちょっと話が変わるんですけど、この官官同立に入れてはどうかと名前が挙がっていた近畿大学に関するお話なんですけどね。今やライバルが慶応、早稲田になりつつある近畿大、慶応義塾同様、医学部要する利点、総経金の衝撃、マグロ大学って言うてるやつ、誰や、など、今一番広報で攻めている近畿大学、大手新聞の関西版に掲載された新聞広告は、これまた見る人の度肝を抜くものだった、総経の近くに住んでるのか。まあね、このような感じで、関東のね、慶応義塾大学と早稲田大学ね、これと近畿大学を一つのグループにまとめて、総経金としてはどうかというご意見ですね。それに対して2番目のコメント3ね、性格が悪いですね。皮肉を込めたね、コメントしありますね。そのような感じでね、近畿大学がね、総経金に関する広告をお作りになってるんですけど、広告の迫力がすごいんですよね。皆さんに見ていただきますね。このような感じで、マグロ大学って言うてるやつ誰や、書かれてますけれど、何年後かにはね、関東と関西融合の大学群総経金、これが実現してるかもしれませんね。でもこういった大学群が良くないんだっていうご意見がありましたね。官官同立、参勤交流、接心追悼って、こういうくくりは良くないよね。実際は、官大と高難の差なんてほとんどないし、摂難と共産も大きな差がない。だけど何かまるで両校の間に、絶対越えられない大きな壁があるように錯覚させてしまう。昔はそういう言い方なかったから、いつ名家って高難行くやつも結構いたんだよ。官官同立、関東のマーチに相当、関西、関西学院、同志社、立命館、参勤交流、関東の日東駒線に相当、京都三号、近畿、江南、龍谷、外外系鉱物、京都外国語、関西外国語、大阪経済、大阪工房、仏教、摂津追悼、摂南、神戸学院、追手門学院、桃山学院。で、ここにも書いてある通り、大学群の存在自体が良くないっていうご意見ですね。その理由なんですけれども、何かまるで両校の間に絶対越えられないような大きな壁があるように感じさせてしまうというご意見ですね。大学受験業界ね、そこを見てみてもやっぱりこの大学群単位で大学の難易度をね、決めてる風潮があるように私も感じますね。関西の有名な大学群というと、官官同立、参勤交流、外外傾向物、接心追悼とかとかありますよね。こういった大学群の影響を受けてね、大学単位じゃなくって大学群単位でね、志望校を決める人が多いのかなって感じますね。こういった状況を打開するためにはね、大手の畜産とか、学生を採用する企業側のね、協力がないと難しいかなって感じましたね。次は40年前の同志社大学の難易度を語る方の書き込みですね。
おじさんが受験生だった頃、40数年前は合格な2度も世間の評価も間違いなく同志社イコール神戸だった。ついでに言うと、当時は東京では早稲田が慶応より上で、全国の私立では早稲田、慶応、その次が同志社だった。私がその当時の記憶として残っているのは、同志社の教授が慶応で講演するときに、東の同志社諸君から始めたという実話だ。東の慶応、西の同志社という観念が固定化されていた。就職にも同志社は強かった。希望すれば一部上場会社に入れた。一部上場には卒業生の約 85% が入社していたよ。時代が変わり、何もかもが東京一極集中が進み、関西の地盤低下が進んだんだね。ここに書いてある通りね、まあ40数年前ですから、1975年から1980年、そのあたりのお話かと思うんですけど、その当時は合格難易度も世間の評価も間違いなく同志社イコール神戸だったと書いてありますね。あと全国の私立大学では早稲田慶応、その次がね同志社大学だったと書いてありますね。でまだ続くんですね。同志社大学の教授が慶応で講演するとき、東の同志社諸君とそういう言葉から始めたと書いてありますね。東の慶応、西の同志社、こういった概念が固定化されていたとも書かれてますね。まあこれがもしも本当の話であれば、この40年間ですね、この変化はね、すごいなって感じましたね。ブランドとしては、関学ブランドが関西私学の中で傑出している。おそらく関西経済界を関学卒業生がリードしてきたからだ。だから、阪神地区のブルジョアジーの子弟は、こぞって関学に入学する。さらに上流ブルジョアジーは、関学の小学校に子弟を入学させる。垂直教育、これが関学頭脳の生命線だ。ブランドでは関学がナンバーワンだわ。ブランドとしては、関学ブランドが関西私学の中で傑出している。このような感じでね、関西学院大学のブランド力がね、関西私学の中では飛び抜けてるんだぞって書いてありますね。でさらにですね、上流ブルジョアジー、お金持ちのことですかね、その方々は関西学院大学の小学校にお子さんを入学させると。小学校から大学まで、この垂直教育が関西学院大学の頭脳の生命線って書いてありますね。慶応義塾大学の幼稚者ですね、そこの教育と似た感じなのかなと感じましたね。でこの一つ目のコメント以外にも、ブランドでは関学がナンバーワン、三つ目のコメント、関学ブランドが関西私学の中では飛び抜けてると書かれてますね。まあ、この他にもね、関西学院大学のブランド力がすごいんだぞっていうご意見がたくさんありましたね。でこれまでたくさんのネット民の声をご紹介してきましたけど、この動画の結論に関するネット民の声ですね。兄弟、無限の壁、その他、異彩が集まってる感がいい。東大、ガリ勉、兄弟、かっこいい。一橋、かっこいい。東高、ガリ勉、なぜなのか。このような感じでね、京都大学とその他の大学の間にはね、無限の壁があるんだっていう書き込みとかね、京都大学には異彩が集まってるとかね、東京大学はねガリ勉だけど京都大学はねかっこいいとかね、この3つ以外にもね、京都大学こそね関西ではナンバーワンだとかね、そういったご意見が拾いきれないぐらいねありましたね。そういったことからね、この関西、この大学ランキングのトップについてはね、この京都大学ですね。ですから関西の王者は京都大学なんじゃないかなって感じましたね。最後にこの動画を見てくださっている皆さんにお願いがあるんですけど、まあ、今回多くのネット民の声を紹介したんですが、すべてのことについて出られていないので、おかしいんじゃないかなっていう追加の情報とかね、そういったものがあったらコメント欄にね書いてもらえるとすごく助かるな。でこんな感じでね、偏差値だけじゃわからない裏世界、偏差値だけじゃわからないね、そこんところをね暴いていくから、よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでにしますね。最後まで見てくれてありがとね。以上です。